愛する人よどうか顔を上げてくれないか、あなたの悲しみは計り知れないけれど、もしこうどうしたって弱いな、どうしたってやっぱあの前向きになれないなって思っちゃってる自分から一歩前に進むことができたら、まあ、今回の卒業っていう曲もなんか誰かにとってのそういうなんか次に進むステップのきっかけの一つにでもなってもらえたら、振り返る景色に鮮やかな思い出、ありがとうございます。山なんで何もないじゃないですか。コンビニもないし、近くにお家で自分発信で何かするしか楽しいことないんですよ。本当に家帰ってギター弾いたり曲作ったりするのが一番ワクワクしてたんで、こういうところで生まれ育ってなかったらやらなかったと思うし、あれが中学校、鶴ヶ池なんで鶴。学校の、何代目か忘れちゃったんですけど、生徒会長やったことあります。はい、チームです。よろしくお願いします。きっとこの世界の共通言語は英語じゃなくて笑顔だと思う。子供だとか大人に関わらず、僕も今もなんかこう目標を持って夢を持って頑張っているみんなの友達っていうか先輩っていうよりも同じく一緒にこう今を生きている一人の人間として頑張ってるんで、皆さんもこの山内から横手から夢を叶えて一緒にまたどっかで会いましょう。